3区が1歳となる昭和2頭をご紹介いたします。充実の3年目を迎えた AC 光です。父はディープインパクト、母の父はソープキャットです。本馬は3歳の4月に1番人気でデビュー戦を迎え、無敗の5連勝で一気にオープン勝ちを果たしました。4歳初戦のオープン戦でグランデッタを退けて快勝すると、エプソンカップではサトダラジンの追撃を振り切って重賞初制覇を果たしました。秋の毎日王冠でもイスラボニータ、スピルバーグ、ダノンシャーク、リアルインパクトといった G1 馬たちを子供扱いするようなレースぶりで快勝、重賞2勝目を挙げました。待望の G1 初勝利となったのはその年の12月に行われた香港カップとなります。冬とも言える外枠からゆっくりと先頭に立つと、そのまま後続に家業を踏ませず逃げ切り、アルブラムの、ね、コースレコードを12年ぶりに更新する鮮やかな快勝劇を演じました。年が明けて5歳になり、次の目標となったフランスの伝統的な中距離 G1 イスパン賞では、ガネー賞やサンクルー大賞の勝ち馬など G1 馬が7頭が顔を揃える豪華メンバーとなりましたが、2番手追走から後続を突き放し10馬身差の圧勝、世界に衝撃を与える走りで国際 G1 を連勝しました。ストームキャットの肌にディープインパクトという配合は、日本ダービー馬絆やフランスダービー馬スタディオブマンなど国内外で実に7頭の G1 馬が出ているスーパーニックスとなります。抜群のスピードとその持続力、香港とフランスの馬場にも対応するパワーも備えたまさに万能な競走馬です。ディープインパクトの筆頭後継馬といっても過言ではないでしょう。昨年のセールでは3区が1600万円台と1500万円台で落札されました。本年の垂れ付け料は昨年同様受胎確認後250万円となっております。ぜひ配合相手にご検討ください。以上 AC 光でした。